て僕に手伝えることなんかあるのかな。お腹空いてきたかも。こんにちは。よう。あれ？な。はい。あれ？ああ。構わねえだ。はい。お母さんにはいつも心配かけちゃってるな。なんだ？なあ。ええ。頑張るだぞ。はい。どんだ。どんだ。いろいろあるよ。毎度。
勝てそう。僕でもなんとか勝てそう。しょうがねえな。あれ？やった！おいしかった。こんにちは。いや、あれ？Yeah!
こんにちは。こんにちは。すみません。します。お願いします。はい。お気をつけ。
ろいろあるよ。毎度。
でもなんとか勝てそう。僕でもなんとか勝てそう。毎度。こんにちは。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃい。毎度。誰かいるのかな。それでは。はい。こんにちは。いいですよ。それでは。ありがとう。おや？こんにちは。いや。
よかろう。はっはっはっは。ふーん。ふーん。ほっほっほっほ。なんじゃ？うん。ほほほほ。はは、なんでしょう。うん。ほほほほ。うん。はははは。すまんな。うん。ミシャポポ、いつもすまんな。亀仙人様、ご賞、いつまでも。ランチさん、そろそろ余計なおせな、わわ。相変わらず貴様こそスケベそうな顔。鶴千両のこの殺しの技に。Thank you.
めえかなり黒さん。もう不意打ちは。また悪事を働く。する占領のこの殺し。亀仙人。ご所。乱。了解。なわわ。この殺し。また悪事を働いていないでしょう。ドラゴンボールをさ、あの子。おいおい、もう不意打ち。
Thank you.
なあ、はあ、え？うーん、はあ、なあ、気をつけた方が良さそうだな。あれ？じゃあな。おう！うわ！
だな。はあ、うわば、ごめんなさい。あれ？なあ。ちくしょう。え？わかった。すまないな。ブルマさん、ほら、今度そのための宇宙船を買う。部品が不足。孫君も入院してて動けない。だから。なるほど、わかりました。オッケー。それじゃ。
ぞ。あら、早かったわね。これでよかったですか？うん、ありがとね、宇宙船。はい。ドラゴンボールを…あの小僧が…さあ、宇宙船のご飯くん、出発したらしばらく地球に帰れないから。いらっしゃい。
毎度。いろいろあるよ。毎度。準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあ私は、ごはんくんは、ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため、一同はカメハウ。なんだよ、ご飯。人類が初めて行く宇宙だから。なるほどね。大変。頼んだぞ。絶対にドラゴンボール。はい。おじいちゃん、お母さん。毎日お手紙だ。それじゃあ出発するわよ。目的地、ナメック星。ブルマたちがナメック星に向けて出発地に戻り、瀕死状態から回復したフリーザは、ベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボール、すでに精鋭の部下を連れて永遠の命と先を越されたベジータは焦り、フリーザが不老不死なんかになった、そうはさせんぞ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やった、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似てる。早速ドラゴンボールを探して。ほらほら、反応が。本当だ、やったやった。クリリさん、き、本当だ、やたら強そう。それに大丈夫だってば。それにソレーダーの反応でボールが4つ。そうか、なんだ、なめくせ。え、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱり。ご飯、気配を消せ、悟られるぞ。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。
地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？いい？そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ。フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。孫君たちに、それじゃあ私は地球にすぐに孫君を。クリリさん、え、違う、ベジータじゃない。この辺りのはずだが。ん？え、ナメック星人じゃねえみてえだ。見たかよ、ただの旅行客か。ま、逃げられちゃ楽しみがなくなる。よし。あ、運の悪いやつらだぜ。ご飯、木を解放しろ。やるぞ。はい。こちらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。この戦闘力の数値は、なんだと。どれ、フリーザ様、先ほどのまた戦闘力が一瞬上昇し。それは妙ですね。はい、ベジータとは反応が違います。1500追っておいてもどうってことは、今度見つけたらベジータの始末は。クッククッ、フリーザ様の命令だ。笑わせるなキュイ。俺様の戦闘力の方が…ふっ…ふThank you.
キュイの野郎、俺を見くびっているようだな。ちょうどいい目障りだ。片付けてやるぜ。まさか貴様の方ベジその戦闘力じゃこの俺が地球に行った戦闘力のコントロール19,000、20,000ベジータにセットしたスカウターの数値お前のスカウターは旧型だからそんな俺の新型も故障我々の死ね俺とお前は互角の強さのはずなんてねこの俺は耐えず実戦で戦っていたんだ地球じゃ死にかけたほどの戦いだったフリーザのところでぬくぬくとしていた貴様といつまでも互角だと思うかヤリック砲待てよベジータいいことを思いついたぜ俺も一緒にやらせてくれ手伝ってやるぜフリーザ様いやフリーザは俺も前から気に入らなかったんだ悪くねえだろくだらん嘘をベラベラとことんムカつくやろうだねヤリック砲汚ねえ花火だうはぁベジータの24,000って数はあっさりと驚くことはないでしょうベジータはそれにしても無謀でしたねフリーザ様あちらの方向にわかりました5つ目のボールさあ行きましょうとりあえずここを離れまずどこかに隠れぬとなめいいわねラックあれもごわすもう不意打ちはキャキャキャッキャッ
おいおい。おいおい。俺も。え、また展開。あの時俺は。展開一あの時俺はソニーかなりマシ黒さんのかなりマシ また展開一あの かなりマシ黒さんのあの時かなりマシ黒さんのWhat?
かなり…また天下一武道会で叩けてな。あの時を…また展開あの…あのには準備ってもんがあるのよ。すぐに追いかけるから、ちょっと先に行ってて。